沖縄って紫外線強いのかしら、やっぱり。今日すごい強いなったの。ほんと2019年の抱負決めた。抱負、うん、抱負ってむずいね。目標でしょ。うん、うん、頑張って USJ に行く。なんか行ったことないから新鮮そうな気がする。なんか全部行動するのにパンフレットみたいなのがやりたいね。なんかディズニーだとさ、もうないじゃん、そのパンフを、パンフレットを見る。なんかさ、ここで撮ってる、今ね撮ってるんだけどさ、合成してるみたいになってる。なんか後ろの背景が自分家じゃないみたいな。うん、遊び場少年みたい。面白かったよね。今ああいう番組ないもんな。コンプライアンス的にやばいよ。え、そうなの。あ、そっか、やばいよ。ナスのやつか。そうか、ナスじゃないだよね。ナスビとか。そうだよね。でもライトも結構違う場所でも寝れるタイプなんだね。うん、私は今回のでどこでも寝れるのが分かったけど。もう初めてかも、結構こんなに寝たかも。旅行来て。そう。うん。ちょこちょこ寝てる。何歳で自分はジジイだなって感じた？なったなって。夜更かしはできるけど、うん、遊べなくなったっていうのかな。遊べない？テンションが持たないというか、体が持たないというか。そんなに若い頃からオールはしてないかも。する機会がなかった、そんな。あ、そう。自分の眉毛が細すぎたことにびっくりしたんだけど。うん。なんで言ってくれなかったん。普通にそう感じなかったん。そう。若い頃眉毛剃ってた？抜いてた？剃ってた？抜いてた。私も抜く派なんだよな。なんかチプチプしてんの嫌じゃない？うん、生えてくんの早いしね、剃りだと。じゃあ結構なんか中学生の時とかって意外とあれなんだよ、結構青くなっちゃうんだよね。ああそうなの。最近腰パンしてる子見なくない？見ない。見ないよね。みんなちゃんと履いてないズボン。うん、壊れすぎたらあれ。腰パンね、今考えるとね。やらしたんだろ、キムタク。うん、そうなんだ。そういうさ、時代の流行りを作る人ってすごない？すごい。今いないじゃん、そういうの作ってる人って。うん、てか今の流行りって何？己が作り出してる。己が作り出してる。そうそう。SNS 時代じゃん。うん、今何時？7時。7時？27分。そろそろ生きる時間。かわいいこのパレット。喉痛いな。痛い。なんか加湿器借りる今日。沖縄夏だよな。なんか来るのはテンション超上がりそうじゃない？うわーみたいな、海ーって感じ。いや東京じゃ寒いぜ。今の東京は今日なんか寒いんじゃない？超2度はやばいな。叫び声が聞こえる。なんで鏡立てないの？こうやって何覗き込んでやる感じ、うん、ができない。お母さん立って化粧してるでしょ、あの洗面台のとこ。うん、すごくない？立って化粧できないんだけど。まあできるけど疲れる。なんか顔以外のものがすごく目に入ってさ、うん、なんかいろいろ髪の毛とか気になりだしちゃってなんか止まらなくなっちゃう。大雨じゃなくてよかった。うん、ありがとう。ここにいますからね。なんか私
中学生ぐらいの時から自分が雨女だって気づき始めた。後で出てる人の雨ってなくない？あー、ないかも。え、ないな。向こうに行って急に降られてるやつなんもないし。あ、ない、それない。完全だな、晴れ男。いや、私の伝説やばいから。もうなんかお台場をモノレール乗ってて、ていうかもうその前に晴れてたの、ずっともう雨降ることはないというか言われてて、でさ、モノレール乗ってさ、駅降りた瞬間雨な、何これみたいな、えっと思って、なんで私が行くとこだけしかも雨降ってんみたいな、他のとこ降ってないんだ一切、誰もツイッターにも書いてなくてさ、楽しみだと思ったら雨ー、もうすぐやんだけど、雨さあさあ、二人ともわからないわずかばかりの運の悪さを悩んだりして、すっごい顔知らず寝てた晴れてる、バレバレ、バレバレですね。結構ライトって顔のコンディションあるよね、うん、あらっていう人、昨日寝る前とか可愛かった、可愛かった、寝る前にお菓子を食わなきゃなのにコンディション良かったりするんで、確かに朝異常なほど顔腫れてる時あるの、私なんか動画撮ってるからさ、すごい分かるね、あ、すげえこの日むくんでたんだみたいな、気づかないんだけどさ、編集してる時に気づく。普通のにしていただいてもいいですか。J-POP な感じで。洋楽と J-POP な。須崎しげるのさ、うん、あれにハマってたらうざかったんだけど。ずっと歌ってたじゃん。カラオケまで行ってそれ歌ってたじゃん。出てもっちゃうね。気持ちくなっちゃったね。美しい人生よ。限りない喜びよ。一番好きな曲って何？浜崎あゆみの風かな。風？マジか。そこなんだ。一番好きな曲ってけど難しいな。ジャンル問わず。まあ歌いやすいとかそういうのじゃなくて、なんか別に本当何度も聴きたくなるとか。そうだ、私だ、結構グリーン好きだわ。グリーンのこの歌、奇跡好きだわ。グリーンか。あれも好きだけど、あのグリーンが作ったさ、ニュースにあげたさ、ウィークだっけ、うん、明日からまだリッチケツからほらすい僕回ってきんどう日曜みたいなあれ結構好きなんだけど、いいよね、うん、ヒラヒラ死んで生きてか見つめるたびに恋ってやつ、チェリッシュ。ジャニーズ誰が一番好き？永瀬。え？永瀬でしょ、うん、わかる、男らしいもんね、うん、人気あるじゃん、男からもさ、超ある、男女から人気だよね、うん、そういう人ってすごいわ。 TOKIO の会見の時、松岡が熱いみたいな、うんうんうん、僕もほらやってるじゃん、まあね、ニュースやってるしね、うん、松岡が意外に熱いみたいな、すごかったよね、なんかめちゃめちゃ怒ってたじゃん、うん、すごい、さすげえ、うん、友達なの、好きなんだでしょ今の、違う、大阪ラバーじゃないの、そう、やばくない、私イントロクイズ出れるじゃん、結構選曲してるいやてかここ沖縄大阪ラバー流すのや、そうやったそうやったじゃなくて、私沖縄だから昨日オレンジレンジとかかけちゃったもん、てんてんてんてるんてるんてんてんてん、カラオケ行ってないなね、ちゃんとしたカラオケ行ってないっていうか、あ、須田くんね、これマック使います、これ超いい色じゃないですか、646番、マラケシュ、来たの来たの来たの、まさかのシェーディングブラシ忘れた1本、えメイクブラシ1本、メイクブラシを1本忘れた、私としたことがメイク完成、
あと髪。髪。髪の毛やりまーす。外。え？そうだね。はい。ここ顔周りは外巻き。髪の毛切って正解なんだけど。なんかちょっと切ったの。いつ？最後行った時、12月最後行ったじゃないとと、ね、そう。いじりやすくなった髪が。本当？うん。前髪こんな感じ、なんかいつもさってやってるみたいな、こんな感じ。トップこんな感じで、ちょっとトップを持ち上げてちょっとふわふわふわってやるだけ完了。ちなみにね、持ってきたメイクポーチがこの神崎めぐみさんのプロデュース、なんかあの美的とコラボしたやつのポーチです。ここで刺すとこちゃんとついて、網みたいな、このなんかこういうのもついてる、便利で。行ってきます。うん、よく寝た。あー、どこに、やめてやめて、ライトそこはバチいよ。そこクックで歩いてたでしょ。おはよう。声出てないけど。おじいちゃん起きた。ねえ、見せる顔は。あー。持ってきたの？トミカみたい、これ映画。ここ？あ、これ下にある車？トミカカズブクに。はい、いただきまーす。はい、いただきまーす。動いた動いた動いた。見たぶや。